ハワダイが始まりました。モテチャンネルです。今回はですね、セルタコースを一緒に受けたですね、人たちがどんな人たちだったのかっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。なかなか面白いですね。皆さん経歴がバラバラだったので、これは面白いなと思ったのでちょっと話してみたいと思います。オーストラリアからのですね、ジュリアですね、ジュリアっていうのが、まあいろいろこのムードメーカーみたいなですね、すごく明るくてですね、楽しくしてくれた人で、まあ僕のあのアサイメントですね、宿題とか全部彼女がこう、ね、英文チェックとかもしてくれてたので、すごくお世話になったんですけども、うん、すごく面白かったんですが、彼女は日本で、小学生とかですね、に教えてる、そういった英会話をやってるんですけど、まあ、セルタっていうのはもともと大人用のものなので、大人に教えるためのものなので、それを受けようと思ったのはこのモチベーションですね。モチベーションとしてこのやっぱり何とでもなっちゃうというか、この文法なんか教えることないですから、小学生にですね。だから知識が増えていかないと、アクティビティとかこう喋らせるテクニックみたいなのはいっぱいあるんだけども、自分がこう英語の先生として、ね、上にこう上がっていくというか、向上心みたいなものを、持てないと。なのでそれをこれをきっかけにしていろいろ学びたいっていうわけでした。本当にすごく学んでました。文法とかわからないまま、日本には結構いるんですけど、文法とか学ばずに来たので、英文法とか知らないけども、それを学んだりとかですね、英語を教える理論とかですね、すごく一生懸命勉強してました。だからとってもですね、まあ楽しくしてくれましたし、この授業のクラスとかすごい盛り上げてくれましたし、とても楽しかったとですね。はい。次がですね、イアンは、これまたイアンまた面白い経歴の持ち主ですね。イアンは、シンガポール人なんですけど、バックパッカーでですね、世界を、旅してたんですよ。で、なんかそんな人に全然見えなくて、一番真面目というか、一番ちゃんとしてる、しっかりしてる人だったんですよ。だから唯一アサイメントですね、このいろんな提出物で一回も再提出がなかったのがイアンだけだったんですけど、彼はすごいちゃんとしてきちんとしてるんだけど、まあなんかしょっちゅう歌歌ってるんで、イアン・ダ・スインガーとかってよく呼んでましたよ、僕は。で、彼はでバックパッカーでこう世界を旅していて、モンゴルですねに着いた時にもう疲れちゃったんですよ。で、非常に疲れちゃって、もう旅したくないっていうので、モンゴルにしばらく住んだんですね。なんかすごく暖かく迎えてくれて、ああ来なよみんな、じゃあこのうち来なよみたいな感じでですね、暖かく迎えてくれたんで、そこでモンゴル住んだんですね。で、1年ぐらいでしたっけね、モンゴルの語学学校でモンゴル語を勉強してたんですよ。で、その後モンゴルで英語を教えるってことを決めたんですね。なんで、セルタ取ってモンゴルで英語を教えようっていうふうに思った。セルタをシンガポールで取ろうと思ったらしいんですけど、シンガポールすごく高いんだって言ってました、セルタが。で、日本の方がずっと安いので、なんで日本に来て、セルタを取得しようとしたって言ってましたね。じゃあこれ、このセルタコース終わってモンゴルに行って、モンゴルで英語を教え始めます。で、もう一人のシンガポール人がケイアスですね。すごい長い名前でですね、覚えづらいので KS でした。KS は完全にビジネスマンですね。ビジネスマンでもうビジネスに疲れて、それを辞めて、この来たっていう感じですね。で、KS 教える経験がなかったんで、全然ですね、非常に、苦労していたと思いますね。まあ提出物とか授業とかですね、非常に苦労してましたね。で、この4人、僕を含めた4人がまあ同じグループでした。教えるグループですね。で、あとの4人がまた別のグループなんですけど、ね、ノエオですかね、はい、ノエオが、アメリカ人なんですけども、もともと普通のビジネスやってた人ですね。で、ニューヨークでずっと働いてて、で、英語の先生になりたいっていう風にですね、もう変えたいっていう風にですね、言ってきたんですけども、ニューヨークでの、セルタが中心になったんですよね。で、中心になって、だったらじゃあ日本でっていうことで、そう、人数足りなくて、開催されなかったので、それで日本に来たっていう風に言ってました。で、日本のものは、結構ですね、ここでそのまま住んで、日本好きになってですね、まあ、そのまま住んで、だからいわゆるすごいセルタコースやりながら就活してましたからね、すごいなと。で、もう一人のアメリカ人、カルロスっていうのも同じですね。こうやりながら就活してました。まあ、カルロス大変でしたね。カルロスは。まあ、教えた経験もないですし、非常に困ってましたね。大変な、アサイメンツに苦しめられ、もうこの授業に苦しめられっていうですね、一番苦労してたと思います。まあ、イミグラント
ですね、コロンビア系の、移民で、まあ、生まれはアメリカなんですけど、だからアメリカっていうものをですね、貧困層に対するものがもう何ですか、非常に嫌いで、アメリカから早く出たいですね。フロリダマイアミでしたね、マイアミ、フロリダ州のマイアミですけど、そこから1秒でも早く出たいって言って日本に住むって言って、同じようにですね、頑張ってこの就活してました途中ですね。そんな人ですね、まあ、面白かったですね。やっぱアメリカ高いと、何の手術を受けるにも非常に高かったし、この、医療費とかが高くて、この歯の矯正とかもむちゃくちゃ高かったから、歯の矯正するためだけにコロンビアに行ってたとかですね、なかなか面白いストーリーがいっぱいありましたね。でがジェイミーですね、ジェイミーはイギリス人でですね、イギリスでですね、まあ、大学生なんですけど、それのアルバイトで英語を教えたりしてます。語学学校ですね。なんでいろんな国の人に、まあ、教えたことのあるですね、人でした。で、まあ、言語学専攻なので言語の知識もあるし、教える経験もあるっていう感じで、非常にやっぱりですね、優秀だったと思いますね。で、まあ、これから、ジェイミーにはお願いしてですね、いるので、このチャンネルにもですね、おそらくちょこちょこ出てくる予定になってます。今、日本旅してますんで、ちょっと日本の旅が終わって、アメリカじゃねえや、イギリス、イングランドに戻ったら、ちょっとですね、いろいろ協力してもらおうかなと思っています。ぜひそれは楽しみに待っててください。そして最後はタカさんですね。タカは日本人で、でまあ、このチャンネルを見てくれてるですね。人、今見てますか？タカさん見てますか？なのでこの僕がこのコース始めた時から、始める前から僕のことを知ってくれてた人なんですけども、もともと社会人やってて、その社会人辞めて英語の先生になるため大学入り直して、で大学を4年生なんですよ。4年生で今度これから高校で働くっていうので、そのセンターを取ろうというふうに決めた方です。こんな形でですね、僕ら8人やったんですけど、まあバラバラでしたね。個性もいっぱいあって面白かったと思いますね。私も本当にグラマー人間でしょうかね。文法は危険みたいな感じでですね、やってたんですけども、こういった感じで非常に楽しく過ごしました。皆さんのおかげというか、この8人ですね、バラバラないろんな個性があってですね、楽しくやりました。ですね、まあまたいつか会えるといいなと思っております。ですね、はい、それではですね、今回はセルター受けていたですね、他のクラスメイトについて話しました。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.